サバがですね、国産のサバが水揚げされた産地で最初につく値段のことを浜値というふうに言うんですけれども、うんうん、その価格がおよそ 2.5 倍にまで値上がりしているということなんですよ。最初の段階ですでに倍以上、それは大変けど、そうですね、実際に大阪のスーパーでも国産のサバは手に入りづらくて、去年まで1匹あたりおよそ300円だったのがおよそ2倍以上の600円に値上げしているということなんです。そりゃ母ちゃんが嘆くのも納得けど、大阪のサバ料理専門のお店にもですね、今回お話を伺っています。サバ料理専門店の店先には値上げの文字が。サバの不漁の影響により1000円で提供していた定食など一部値上げの判断をしました。元の値段から100円とか200円とかぐらいしか、いきなり上げすぎたらお客さんも離れていったりするんで、厳しい状況ではありますね。やっぱり他の材料も上がってるので。そうけどよね。でも不漁って言うけど、実際どれくらい取れなくなったけどか。サバの水揚げが盛んな千葉県の銚子市によりますと、おととし1月から2月の間におよそ4万トン取れたサバが、今年はなんとですね、3000トンほどだったということで、1割以下にまで落ち込んでいるということなんですよ。1割以下はちょっとびっくりけどね。そうですよね。水産研究教育機構の湯上隆二さんによりますと、サバが取れない理由が2つあるということなんです。好きな水より2度以上高いんですね。まあそういったことでサバが漁場に寄りつかなくなって不漁になっていると考えてます。サバが好む水温は12度から15度なんですが、今は2度ほど高いためサバが来ないということなんです。そして2つ目の理由は、サバが取れない一方でマイワシは豊漁になってます。マイワシが、本来のサバの漁場にたくさんいるということで、サバが寄りつけなくなっているということも原因であると考えています。サバが寄りつかなくなるのにイワシが関係してる、邪魔してるってことゲロか。湯上さんによりますと、イワシは巨大な群れで移動するため、イワシの群れをサバが警戒して来なくなってしまっている可能性があるということなんですね。サバは繊細な面がある一方で、イワシは厚かましいという一面があるということなんです。イワシはちっちゃいのに厚かましいって、なんだか魚の世界も面白い。そうですね。水温が適正な温度になって、で、まあ、マイワシが少し減ってくれれば取れるようになるとは思うんですけれど、ちょっとこの2つともですね、急に改善するとは考えにくいので、なかなか厳しい状況ですね。にしてもサバが取れない理由がイワシの影響もあったなんてびっくりけどね。そうだよね。ってことはで、このままサバが食べられなくなるってことけどか。カンタ君、そこで今救世主になるのではないかと業界で注目されているのが、サバの完全陸上養殖というものなんです。それどういうものかというと、豊中市内の雑居ビルにあるのが巨大な水槽です。ここではですね、フィッシュバイオテックという会社が日本初となるサバの完全陸上養殖を行っているんですよ。で、この完全陸上養殖とはどういうものかというと、陸で受精しまして、陸で生まれて陸で育ち、海に一度も入らない養殖方法なんです。ここにはおよそ80匹が育てられているんですよ。こちらのサバは陸で生まれて陸で育って、来月か出荷するのちょうど1年ぐらいになります。満足のいくような大きさにはなってないのは、まあ事実です。陸の上でちゃんときっちり閉鎖で育つっていうことがまず大きな進歩なので、技術を革新させていって、海の大きさよりも大きなサバを育てているようにしやっていこうと思ってます。で、カンタ君、この完全陸上養殖のメリットなんですけども、安定した供給が見込める他にも、海で育てたサバとは違いまして、アニサキスなどの寄生虫がいないため、このように
生のお刺身として食べることができるんですよ。わー、生のサバって言われてみれば食べたことないけど、うん、ただサバの陸上養殖は非常に難しく、デメリットもあると言います。サバってずっと動き続けるんですね。で止まると良くないので、運動量が多いってことと、あとそのサバって鱗がないのですぐ擦れるんですね。擦れたりとか、この水槽内でサバを多く買うことができないんですよ。採算も合わないし、水をすごく汚すっていうのがあって、まあ、他の魚種に比べると養殖が難しいとは言われてます。そこで新田社長が導入したのが巨大な円形の水槽です。円形にすることでサバがストレスなく泳ぎ続けることができるといいます。この形はサバのことを考えた水槽だったけどね。そうなんです。そしてこちらの水を循環させるろ過装置を使用することで、糞などのゴミを取り除き、最後に殺菌した水を1時間に1回のペースで循環させることで、きれいな水をキープすることができます。1日でですね、バケツ半分ほどの量しか排水が出ないというのもポイントだということなんです。なるほど、水を大事に使ってるけどね、うん、つまりすごいエコケロよね、うん。まあ、ただこういった設備に費用がかかる影響から、こちらのサバを販売した場合は1匹あたり2000円ほどの値段になってしまうということなんです。なかなかさすがに高いけど、うん、技術革新をして成長スピードを早めて、どんどんコストを下げていくという作業は本当に課題としてありますね。ご視聴ありがとうございましたけど。